はい、三恵子です。で、今日は冤罪事件の一つとして御殿場事件について扱っていきたいと思います。で、この事件は2001年9月に起きた事件で、集団強姦未遂事件として扱われているんですけれども、被害者とされる女性の、意見が変遷して、実は集団強姦未遂が起きたのは9月16日から9月9日に変わるんですね。で、その過程でなぜ変わったかっていうと、アリバイが出てきたんで、9月16日にはその少年たちは別のところにいたと。で、その9月16日にはその女性が別の男性と会ってて、それで帰りが遅くなったと、ということで、みんなアリバイがあったということで、本来は、この立件ができないはずなんですけれど、日付を変えてそのまま最高裁で、刑が決定されて返上できなかったという話なんですね。で、それでまず物事を考えるときに、私活動してたときに割と確信したものがありまして、人の言葉を信じると裏切られるけれど、人の気持ちをつかめば裏切られないということがありまして、で、それどういうことかっていうと、活動してる時に私は結構オルガナイザーって期待されてたので、人を連れてくる人数が多かったと。で、それで集会の前に何人来るんだっていうことをいつも報告しなきゃいけないので、大体例えば5人来るとか6人来るとかっていうふうに報告するんですけれど、実際に例えば5人とか6人とか報告をして、3人しか来ないっていうことがあったりした時に、3人でも多いんですけれど、来なかった人が、2人でも3人でもいると、どういう判断をして来るって言ったんだっていうことを問い詰められたりして、常にちょっと上から攻撃されるみたいなものがあったんで、正確に人数を伝えるためにはどうしたらいいのかっていうことを考えて、で、それで自分の誘い方を考えてみた時に、なぜ運というかって言ったら、オルグと言いまして、その喫茶店とか、その人の家とかそういうところに行きまして、明日集会だから来ないか来ないかっていうことを、徹底的にいろんな言い回しをしながら、今政治はこういう状況になってるから、ここで声を上げなきゃいけないんだよとか、いろんな理由を繰り返し繰り返し言うと、この人行くって言わないと帰ってくれないんじゃないかっていうふうに、その人は考えるから、行くって言っちゃうんだけど、本当は行きたくないから来ないと。だから逃げたくって帰らせるために行くよという嘘をつくっていうことにだんだん気づいてきたので、まず誘う人を選別して、来たいと思ってるかどうかっていうのを、こちらの方で探るようにしていって、本当に興味が持ってる人っていうのは自分が見てみたいから来るわけですね。で、そこで見てみたいと思ってる人だけを誘うようにしていったら、もう100%皆さん来ると。だから人っていうのは来たいと思えば来るし、来たくないのに来るって言わせようとしたら、大抵は裏切られると。で、こういう経験をしてるわけですね。で、この裁判が成立したその背景には、まずこの、女性っていうのは、多分これは明らかに冤罪なんだと思うんですけれども、お母さんに帰りが遅くなると問い詰められるということがあったので、男性と会ってて帰りが遅くなったから問い詰められていくときに、正直にやっぱり話したくない、隠したくない、男性と会う自由を得たいっていうのが多分あったので、強姦されそうになった、あるいは強姦されたということを母親に打ち明けて、それで帰りが遅くなったというふうに言ったわけですね。で、それで朝起きたら母親が警察にも被害届を出してしまったと、というところでことが大きく発展していくわけですよ。で、それで加害者だとされた青年たちも、とりあえず被害者の女性が10人だって言ってるんで、その10人が誰かも全然適当に言ってるからわからないけど、1人だけ名前は知ってる同級生の名前を挙げてたんですね。で、それでその人に知り合いはいるかとか、友達は誰だとか、警察がいたかどうかじゃなくって、友達を探ろうとしていくわけですよ。で、それで
結論的にはやったというふうに加害者が言ってしまったので、立件されていくんですけれども、まず密室でやったのか、やったって言わないと返さないぞとか、いろいろ警察は脅迫するわけですね。でそれで脅迫されると、私の集会行為っていうのが圧力になって帰ってもらうためには行きますよって嘘をつかざるを得ないと。でだから多分この少年たちも警察にやったって白状しないと返さないよって言われたから、軽い気持ちで言ったんだと思うんですね。で逆に確信犯である、私たち過激派は、ゲリラがあったとすると、黙秘っていうのが基本的に党の方針なんで、やっていたとしてもやったとは言わず、やってないとも言わずっていう態度を取るわけですね。で自分たちは事前に機関誌とかで成田空港に鉄追をとかっていう機関誌を書いて、逆にそういうことを宣伝しようとしてる人たちなので、やったけど、大切なのはきちんと立件できるかどうかっていうことで、警察の方は別件逮捕で大体逮捕していくので、立件は全くできてないんですけれど、黙秘したままそのまま拘束して逮捕していくということが、いつも行われてきたわけですね。で今回の、この件も、まずその少年に対して警察がそういう嘘をついて、でそれとかつ誰それさんはやったと言ってるぞとか、そういう嘘も言いながら、どんどんと自白に導いていくわけなんですけれど、私が活動してる時にもみんな黙秘してるのに、なんとかはやったって言ってるぞとか、あいつが喋ってるんだから、お前も喋った方が気が楽になるぞ、あいつはお前の上司だろとか、そういう嘘をついて、自白させよう、自白させようとするっていうことを警察はやってて、警察は自分が疲れたら人と交代することができるからいいんですけれども、中にいる人たちっていうのは本当に疲れてくるんで、確信犯で絶対黙秘をするっていう強い信念がないと喋ってしまうものなんですね。であとその集団強姦未遂っていうんですけれど、その理由の中で、その女性が生理だったので、最初はナプキンをしてたので、なんだ生理かって言って、ペッティングだけをして、でそれでセックスはしなかったという話になってるんですけれども、1週間変わっちゃったから、実は生理じゃなかったけどナプキンはしてたっていうふうに供述が変わるわけですよ。でもしこれが本当に少年たちがやんちゃで集団で強姦をしようとしてったら、生理だからって言って中途でやめるってことはまず考えられないですね。で大体少年犯罪っていうのは一人が一人でやるんだったら、たまたまその人生理嫌いだとかっていうのがあるかもしれないんですけれど、集団でやる場合っていうのは基本的にかっこ悪いとかそういう気持ちが先に立つので、人を連れてきてやろうとしていった時に自分がやらないっていうとかっこつかないんで、これは基本的に必ずやるはずなんですね、心理として。でもしやらなかったとしたら、中途半端に勃起した状態で、その最終的に精液を出さないまま終わるってことはまず考えられない。でところが、警察はそれを受けた段階で衣類だとかも全然チェックしてないし、多分その強姦はされてないので、精液チェックとかも何もしてなくって、この事件が有罪になってしまったという経緯があるんですね。で、これはちょっと言いにくい私の経験なんですけど、私若い時に一人暮らしをしてて、その時ちょうど過激派と関わり始めた時なんですけれど、変な男につけられたっていうことがあって、で昔の時代って結構女の子の後をつける男性って意外といたりしたもんなんですけれども、それでちゃんと鍵をかけて、窓の鍵もきちんと閉めて、でそれで寝ていたんですけれど、ふっと気づいたら、知らない男が横に立ってたっていうことがあって、どうやって入ったかっていうと、トイレの窓枠を外して、そこから狭い中を入り込んできたみたいなんですけれど、でその時に
まあ、ちょっとこれはまずいなと思って、最初は話しかけたりしてコーヒー飲むとか適当なことを言ってたんですけれども、最終的にはまあしょうがないかなって思った時に、生理だったんで、やっぱり今生理だからちょっと出血してて無理だっていう話をしたら、その人が何て言ったかって言ったら、ちょうどよかったんじゃない、妊娠しないからっていうことを言ったわけですね。だから交換目的で行く人っていうのは、最終的には自分の目的を果たそうとするんで、多分そんな理由で辞めることはまず私は絶対ないと思うんですね。で、もし生理の時やりたくないとしたら、それは彼氏であって、で彼氏だったら何を目的としてその女性と付き合うかっていうと、セックスだけじゃない人間的な愛情関係もあるから、女性が不快に思うことをしたくないし、いつでも親しい関係をできるので、そこであえて無理してすることもないからしないだと思うんですね。で、だから普通、その案件を見ていった時に、集団交換未遂っていうのは、普通は女性が抵抗して逃げられたっていうケースだけが可能であるわけであって、自然と交換しないでベッティングだけするよっていう状況は、基本的に若い青年の集団行為においては絶対ありえないケースだと思うんですね。で、これが女性の自供もコロコロ変わり、アリバイもきちんとしながら、警察がなぜ有罪を変えなかったかっていうことなんですけれども、これは多分その裁判っていうのが、少年犯罪を徹底的に暴いていきたいと。で、女子高校生の、コンクリート殺人事件があり、榊原生徒の問題がありで、だんだん政治の流れっていうのは、少年犯罪を厳しく罰せられる方向にしていったので、ちょうどヤンキーだったその少年たちを一斉に逮捕するチャンスだというふうに思ったんじゃないかと。で、一旦それでチャンスで逮捕しちゃって、それで女性の供述でそれは間違ってたというふうに、その青年たちに謝罪するのが嫌だったんじゃないかなって私は思うんですね。だから一応この件に関しては、被告の人で、加害者の人も不幸なんですけれども、被害者だった女性も、弟が自殺したり、そこに住めなくなって転居したりとか、いろいろ不幸が起こっていったんですけれども、もともとは親心で問い詰めた自分が娘に悪いことをしちゃったかなと思って、被害届を出したような気がするので、一つ一つをたどっていくと、かわいそうな事件だったりするんですけれども、そこでやっぱり検察がきちんとした公平な目を見ていたとしたら、こんな大ごとにはならなくて済んだんじゃないかなと思うんですね。で、裁判っていうのは、あくまでも上に立つ人が決定する権限があるので、どんなに理不尽な状況があったとしても、結果的には検察が優位に運び、で、かたや、今慶応大生が、準交換事件が起こったんですけれども、不起訴処分とするとっていうふうになっているのを見ると、やっぱり力関係で逮捕したい人間と逮捕しない人間がいると。で、私はこれは大学の教授から聞いた話なんですけれど、アメリカになぜめちゃくちゃに法律があるかって言ったら、逮捕する自由を増やすためだと。だから、そんな理由でいちいち全員を逮捕することはできないから、例えば左翼だったら、有志文書偽造っていうのは十分な別件逮捕の理由になるんですけれども、普通の人が引っ越ししてもすぐ届け出なくっても、そういう逮捕状が出るわけじゃないんですけれども、常にいろんな罪に問えることをしときながら、別件逮捕で外に出したくない人間を確保していくとっていうことをやってるので、一応その裁判っていうものが決して公平ではなくって、そういうような冤罪事件とかを通じて支配する側が決めていくんだということを、ちょっとここでは訴えたいかなと思います。いや、実に自分の経験、体験も含めて、性犯罪の心理というか、真実が、ここまで語れる人は警察の捜査官におらない。
検事にもおらないから、性犯罪のやはり鑑定士としてはあなた日本一です。ね。もうこれだけで見事に解説できて、これは無罪でしょ、この人たちは。間違いなく無罪です。無罪。状況的に考えられないです。うん、ここまで、これはもうあの最高裁 の意見書に書けばいいね、これを。まあ、弁護士じゃできないわ、これは。早見教授がなければ、こういう性犯罪の鑑定はできない。性犯罪の鑑定士としてはあなた日本一です。ね。